将軍、我々は海賊の伝統にのっとり、行かれた一人の男の命に命を懸けるのではなく、行かれた個々の魂の命に命を懸けよう。我々の標的は王藩のガレオンだ。守りの要としてぜひとも欲しい。そこでケツを取りたい。では入り江に乗り込み船を奪うことに賛成する者、足を踏み鳴らして声を上げろ。反対の者は泣きわめいてろ。満場一致だ。法の議会でも見られまい。
怒りをあげるぞ。 怒りをあげるぞ。 食い物は覚えてるか。実にしっくりくる。クソ野郎が、大胆だが鈍いな。マスケットの銃弾のようだ。本当に残念だよ。だが俺のことを仲間のテンプル騎士に話されては困る。哀れだな海賊め。我々の全てを知り、我々の使命を見せられた上で、なお愚かなならず者の人生を選ぶとは。これは何だ。 一生コソ泥で満足できるのか。お前の頭では我々の野望は理解できんか。この世から帝国を全て排除する自由で開かれた世界、お前のような海賊のいない世界を貴様が自ら作り出した地獄に落ちるがいい。<笑> あれ我々の勝利だ。